舞台、刀剣乱舞第1作目を脚本原案とした、新作アニメーション、刀剣乱舞めぐる巨伝もゆる、金王寺が、4月2日23時より、東京 MX、BS11 などで、全8話にて放送されることが決定した。合わせて、物語に登場する、新たな刀剣男子ロクフェリのキャラクタービジュアルが、解禁された。筑前の刀工、左文字の太刀である高節左文字、左文字の担当である、左よ左文字、担当作りの名手として知られる、粟田口義光の太刀である一騎一ぶり、同じく俗、田口義光作の脇差しであるなまず、尾藤四郎、備前長船派の事実上の祖と言われている刀工、光忠作の太刀である、職大切光忠、平安時代の刀工、五条、国長の在名太刀である鶴丸国長ら様々な刀剣男子たちが登場する。また、キャラクターを演じる佐藤拓也、高節左文字、職大切光忠役、村瀬歩美、左よ左文字役、斎藤壮馬、なまず、尾藤四郎、鶴丸国長役、田丸敦史、一騎一ぶり役らキャスト陣からのコメントも到着した。